さてお次は熱血高校ドッジボール部。熱血硬派の国尾くんがドッジボールに挑戦。宿敵力率いる花園高校からアメリカチームまでを勝ち抜き、謎のチームに挑戦するんだ。今回は必殺のシュートを紹介しよう。まずはナッツシュート。上空から架空の敵めがけてボールが一直線に飛んでいく。とてもスピードが速く避けづらい。貫通シュート。このシュートはシュートコース上の全ての敵にダメージを与え、自分の味方の外野にボールが戻ってくるというお得なシュート。アッパーシュート。最初は敵めがけて普通に飛んでいき、ボールが当たった瞬間敵を持ち上げるように上空に飛んでいってしまうんだ。その他ブーメランシュート、分裂シュートなど17の必殺シュートがあるんだ。シュートの特徴を生かしてうまく使い分けてくれよ。世界各国の強敵、アメリカ、インド、ソ連など全8チームを倒して勝ち進め。さあ万歳三勝。ところがまだ謎のチームがいる。このチームに勝たないと真の世界一にはなれないぞ。